毎日びっくりするぐらいビタミン C を取ってます。舞台ではそう見えない。そうでしょう。何よりも滑舌よくって思ってるから。マネージャーさんが、新しいマネージャーさんがいるんだけど、マネージャーさんが病院行って、そう、あの薬くれて口内に塗る。優しいよね。塗ったりはしてるんだけど、やっぱり本番中ももちろん喋るし、練習するのにいっぱい喋るから、なかなか傷が癒えない。寝て起きたらだいぶマシになってて、しこりみたいなのもないんだけど、やっぱ本番終えて夜になるとまたしこりが復活して痛いんです。早く治ってほしい。飽きた。お悩みに悩むのもちょっとそろそろ飽きた。見て、なんか美味しそうなのいっぱい買ってきた。私このシリーズ好きなんですけど、雪は初めて見たから買った。前大西これ雲だったかな、雲のやつ食べてたんだよ。雪になってたから。これ。で、あとこれ、寒天。あれみたいな感じかなと思って2つ買っちゃった。あの、おばあちゃん家にあるようなさ、寒天ゼリーみたいな。多分あんな感じだよね。食べてみよう。いただきます。うん、いけいけいけ。うん、もっちり食感って書いてる。本当にもっちりだ。うまっ。カバンどれか入れていこう。明日めっちゃゆず。まどこで買った。これは多分セブンイレブンでした。ふー今日公演前にマッサージ行ったの。もう揉み返しがすごくて、でもめっちゃ気持ちよかった。そう、やっぱ肩のところがね、痛ってなってたから、肩と首とか、そこをね今日は重点的にやってもらったんだけど、気持ちよかったな。
頭触られた時笑われたもんし。もう肩やって、まあ、全身やって、でもう一回肩やって首やってもらって頭触って、頭触られた瞬間にふんって笑われた。硬すぎて剥がれもしないって言われた。おもろいよね。硬すぎて剥がれもしないって言われて、頭がチガチなんだって。で終わった後、すごいクールなお姉さんだったんだけど、今日やってもらった方、中も外もやばいですって言われた。うん、でもね、本当に気持ちよかった。特に恩師はこの肩のこここの辺が特に恩師は凝ってると思うんだけど、そこをなんかこうやってさ、背中こうやってやってもらって、腰ら辺はね割と多分柔らかいから、いてってなるんですよ。こうやってやって、ここと同じ強さで押されるといてってなるから、最初強くしてくださいって言わなくて、そう、痛いとこは痛いから。でもここは全然感覚なくて、私出たくないなと思って、で全身終わって今日90分コースにしてもらっ、してもらったっていうかしたから、再びここに来た時に、ここだけもうちょっと強くしてもらっていいですかって言ってからの追い上げがすごかった。もう気持ちいい、本当に今でも余韻に浸れるぐらい気持ちよかった。うん、本当にすごかった。もうグーって押されて、あ、そうそうって思って、そう、大西はそのぐらい押してほしかったんだと思って、うん、揉み返しがすっごいんだけど、ちょっとまた千秋楽までに行きたいな、うん、東京出てきてからだっけ肩こるのって。うん、大西はずっとだよ。うん、ニキビ入る前からマッサージとかよく行ってた、うん、気持ちよかったな、うん、ママもそんな感じで、ママもバキバキだね肩。とこれ定期的に行きたいわ。痛い。なんでそんなに肩こるんだろう。よく言ってると思うけど、首と背骨がまっすぐだから固まりやすいんだって。私普通曲がってなきゃいけないでしょ、背骨も首も腰まで全部ズーンってまっすぐだから、それがあれなんだって、凝る原因になるんだって、人より。ヘッドスパーやったことあるってないの。頭だけのやつ行ってみたいなってすごい思う。うん、針治療あってね、針やってみたいな、めっちゃね、針やりたい。
え、新宿三丁目にあるよって。嘘、ハリー？本当？どこ？調べろってハリー怖くないって。全然やってみたい、めっちゃ。でもなんか前調べたんだけど、その時あんま出てこなかったんだよな、ハリーが。むんちゃんは金属アレルギーないのって。多少あるかもしんないよ、私。ダメじゃんダメ。ピアスはよく荒れる、あの、うん、ピアスしてる穴がよく荒れちゃうんだよね。ネックレスだって、ネックレスもちょっと痒くなっちゃうところはあるかもしれない。ものによるけど、あの、安いピアスとか安いネックレスをつけたら私は肌が荒れますそう、ピアスはだからなんか樹脂みたいな、 金でできてないやつならいいから、私はそれを今使ってるんだけど。ねえ、そう、分かんない、365円みたいなやつのピアスはすぐジュクジュクになっちゃう、私。そうなんだよ、分かんない。高いやつがさ、何のあれを持っていいのかは分かんないんだけど、なんかが違うんだろうね、なんかね。2つぐらいお高いピアスを持ってるんだけど、それは大丈夫なの？そう、プレゼントしていただいたやつなんだけど。そう、まあ、何かがダメなんだろうね。うん、なんかね、お医者、その何か入ってる成分とかのさ、内容あんま知らないからさ、あれなんだけど。話戻るんですけど、今日舞台はお見送りがございました。あとなんか宣伝しといてくださいって言われたから言うんだけどさ、なんか撮影タイム増えたみたいな、ご存知？知らないよね。もしもう公式で言ってるのかなと思ったら言ってないと思って。でもLINE で宣伝してくださいみたいなの来てたから言っていいと思うんだけど。そうだよね、あれいつ予定出るんだろう。明日もあった気するけど、どっちか。そうだよね、聞いてないよね。なんか追加で、多分好評だったのかな、追加で撮影タイムが割と何日か増えてたよ。4日間とか4回か5回ぐらい増えてた気がする。そうなの。いつですか、いつだろう、見てこようか。今 LINE 確認してこようか。1回、バグるけど、ちょっと待っててね。もし覚えられるかしら、待ってて。やっほー、ただいま。ただいま、戻ってきた。出るってっていうか、あれ発表されるって、発表っていうか、あの、公表っていうか、なんていうの、ちゃんと出るってお知らせ来るって、後ほど。だから公式ツイッターをぜひ見てください。待ってて、多分明日の朝とかかな、発表されると思います。待ってて、ぜひぜひ。
メドロミちゃん撮ってください。撮影タイム嬉しいよね。おにしも嬉しい。思い出が増える。舞台ってね、撮影タイムとか割とないからね、嬉しいよ、私も。後ろだときついって、そうだよね。でも全体像もいいよね、近くっていうよりかは。うん、どの場所にも良さがある。森さんめっちゃよ、舞台良かったよって、ありがとう。お見送りもまたやってほしいって。お見送りももう大西あるっけ、まだもうないっけ、今日だけだったっけ。携帯だけって、あ、どうなんだろう、携帯だけじゃなかった気はするけど、撮影タイムだよね。あ、ももちゃんは今日だけって、寂しい。毎日お見送らせてほしいぐらい。デジカメ使えて、あ、デジカメ使えるって、バズーカありなんて。バズーカはあれは何なんだろうね。デジカメは OK だって。デジカメと携帯かな。今んとこね、今んとこってか初日の時はバズーカ持ってる人いなかったよ一応いなかったっていうこと言っとこうか。カメラありなのって、撮影タイムがある日は OK なのかな。うん、そのカーテンコールにあるんですよ、その撮影タイムが。本番中はダメなんだけど。あ、サイズ大きいのダメだって、サイズ書いてあるって。まどろみっておねむって意味って、お、もしも調べた、まどろみっていう意味。なんかでも眠たいみたいな感じの意味だった。うん、見送り疲れてただろうに、元気いっぱいだったねって。疲れてないよ先生、ありがとう。楽しかった。でも見送りめっちゃ楽しかった。うん、こうね、私のファンの方が来てくれた時はものすごく安心するし、私以外を、私以外とか大西を別に目的として見に来てくださってる方も声かけてくださって嬉しかった。可愛い女子がいっぱいいました。客層は女子が多めって、そうね、女の子めっちゃ多い。やっぱ男性がね多い舞台だから、女性めちゃめちゃ多いですね、見に来てくださってる方。うん、嬉しいね。ということで寝ますお風呂、明日2公演なので、また女性ファンが増えちゃって。増えるかな、このビジュアルで。髪切んなきゃ くそ、大西がイケメン全盛期の時やったらな。くそ、もっともっと子猫ちゃんを増やせたはずなのに、ちょっと髪も伸びちゃってさ。しかも今回おリボンなんかつけちゃってるからさ、くそ。もう西も髪切ってかっこいい衣装着たら
負けねえと思うんだけどな負けないと思うんだけどな。誰に言って、え、あ、今回のキャストさんまあまあ負けないと思うんだけど、多分みんな大西のファンになっちゃうけど。さっきエゴサしてたらさ、あの舞台トガ人の刻印って多分あの俳優さんとかをなんかよくピックアップしてるなんか媒体さんがあって、イケメンなんだっけな、イケメンなんちゃらみたいな、名前忘れちゃった、イケメンなんちゃらみたいなのがあるんですけど、そこに大西も、まあ、全員集合のやつ乗ってて、くっそと、もう大西ももっと髪短かったらなと思うね女が今混ざれたのにな、そこに混ざりたいな。そうね、やっぱ張り合いたくなっちゃうんだよね、これ昔からなんだけどさ、そう昔からなんだけど、男性が多い舞台だと張り合いたくなっちゃうんだよ、私だってってなんかなっちゃうんだよね。だからそれこそ昔めっちゃ覚えてるのは三国無双っていう男性がめっちゃ多い舞台、それこそ 女子が4人しかいなくて、なんかそのためだけに髪切ったもん、私が一番イケメンってことをそう、やっぱだから身長なんだよね、あとマジで悔しい。ちょっと小さいんだよな、ヒールとかがね、めっちゃでっかいの履けたらいいんだけど、イケメンのまどろみちゃんちょっと嫌だって、本当？明日はじゃあちょっとイケメンのとこで走っちゃおうかなまどろみちゃんイケメンのとこ明日で走っちゃおうかなまけない、よし頑張っちゃうんだからでは終わります。しののめ守ってねって、しののめ守る、私がまあまあまあでもキャラにね準じてね、心はイケメンで頑張るわ。よし、はい、ランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、まあ1位ラムチャさんありがとうございます、イエイ。そして2位がヒョウイ、マドロミちゃんすごく良かったさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がポテトさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がカンタムさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がゆっちゃんのゆももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がタックさん87さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位があっくん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がコバットマーク大西さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がひれちゃん、ありがとうございます、イエイ。そ
そして11位が大粒茶、ありがとうございます、イエイ。そして12位が黒柴のりこ店さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がかきアットマーク大西軍アットマークまどろみラブさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます、皆様も本当にありがとうございました。あとイケメンで思い出したんだけどさ、あの演出家さんがね、あの本番前とか裏にいるんだけど、で大西下降りて喋ってたのね、演出家さんと。でなんか趣味の話になって、でもーちゃん趣味何って言われて、大西あのお家でお酒飲みながらゲームすることが好きですみたいなっていう話になって、あそうなのみたいな。でもなんかもーちゃん稽古場とかにもずっとジャージで来てるもんねみたいな、やっぱそっち系なんだって言われた。普通はね、男性の方でも多いんですよ、ちゃんと私服で来て稽古場で稽古着に着替えて、で稽古終わったら私服に着替えて帰るっていう多いんですよ。そう、そっち系なんだ。化粧してるんでしょって、稽古してるわけないじゃん。衣装好き当時の時とかはまあ衣装を着てねやるからメイクはするけど、ただ稽古しに行くだけでメイクなんかしないよ。気が向けば眉毛描くぐらいしてないのってするわけないじゃん。なんで？あ、日焼け止めとかは塗ってるけど、だからインスタライブをさ稽古場でしようみたいになった時、前日までは覚えてたんだけど当日忘れてて、えメイクしてないってなって、まあでも遠いし暗いしいいよねって言ってそのままやったけど、そんなもんだよ。終わります。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。明日は2公演頑張ります。楽しみます。ではおやすー、バイバーイ、ありがとうございました。